はい、こんな感じでノートを作成することができましたということで、まあ、完成がこんな感じになっております。4大公害編がこれですね、名前そして原因物質発生場所という形で区分されていて、まあ、ピンクと青使って、書いてます。で、重要公害編はこちらですね、まあ、もう名前原因物質発生場所と、まあ、一緒ですね。構図は一緒なんですけど、まあ、少し内容は違うんですが、まあ、四大公害編に関してはですね、非常に 1,2,3,4 とどれも、品質度合いですね、品質度合い的には高い、ので全て重要ですし、名前もそうだし原因物質もそうだし発生場所もね、全て必要なんですけど、全部ね赤で書いちゃうとほんまになんか真っ赤なって意味わからんくなっちゃうかなと思ったので、まあよく品質なんですよ、品質なんですけど、さらにその中でもよく出る阿賀野川であったりとか、まあ神通川っていうところは漢字で書かされる問題が多いと僕は思っています。あとはまあ二酸化硫黄、アリル酸ガス、まあどちらでもいいんですけど、まあ、ここであったりとか、まあ、カドミウムはよく、出ますね。書かせる問題がよく出ますね。痛い病の原因物質をカタカナ5文字で書きなさいとか、いう問題をよく目にするので、そういう出題のされ方をする問題に関しては、まあ、赤字でなってるか、赤字で書いてると、赤字にしていると思っていただければいいかなと。なので、まあ、重要公害編のところを見ると、まあ、ヘドロ青子、あとはまあ赤潮というところですね。で、これまあさっきの早回しのところでちょっとちょこちょこってやってたんですけど、まあプランクトンが発生することによって、ヘドロとか、青子とか赤潮ですね。青子とか赤潮は、原因として出るわけですけど、原因として発生するわけですけど、まあそこまでこの表に書いちゃうとちょっと、まあこの表をそのままテストしたいので、僕の授業の中で、はい、四大公害セットの表テスト書いてって言って、いらん紙を渡して、そこに書いてもらうと。で、大事な、まあ、他の公害セットのこと書いてって言ったら、まあ、みんなこれを書いてくれると。まあ、その中でちょっと注釈が入りすぎると、まあ、どうしても丸覚えになってしまうところがあるかなと思ったので、あえて、消してます。なんで、まあ、これを勉強するときの練習だと思ってですね、これを勉強で使うときに、しっかり青子と赤潮っていうのが説明できない場合は、例えば、まあ、ここにちょこちょこって書いとく、自分で。まあ、これを実際家で携帯見ながら自分でノートに一回覚えるときに書いてもいいですし、まあ、家にプリンターがあるならばプリンターとしてもらってもいいんですけど、そういう覚え方の練習だと思って、特に6年生、5年生に関してはやってほしいなと思ったので、あえて書いてません。まあ、もしね、4年生とかで、ジョージ青子ってなんなんとか、赤潮ってなんなんっていうのがあれば、聞いてくれたら、全然教えます。しかもまあ4年生でも社会2学期以降は触れることになると思うので、まあ楽しみにしておいてください。まあ特に7番ですね、土壌汚染に関しては、足尾銅山鉱毒事件がもう本当に歴史の単元で触れることになって、超品質ですし、田中正造っていうところも漢字で書かされる問題がすごく多いので、ここの表にそのまま入れておきました。はい、今日はこんな感じで完成したので、まあ、しっかりとこれを使って皆さん学習、家でね、夏休み暇な時にでもぜひぜひお父さんお母さん巻き込んでね、ちょっと勝負しようぜという感じでやってくれたらいいかなと思います。まあお家で表を覚えたでって言ってですね、いらん紙になんか何の広告の裏でもいいですけど、まあ、書いてもらってですね、覚えたよっつって LINE で送ってくれたら、すごく嬉しいなと思います。お父さんお母さんもぜひぜひ覚えてもらって、書いてくれれば見ますよということです。で、タイトル一応こんな感じで、まあこれカッコ仮ですけど、カッコ仮
りなんですけど、あのオープニングでですね、あんだけジョージじゃないですよと、本名ジョージじゃないですよと、実はもう保護者の人に、保護者の方にジョージって呼ばれるの恥ずかしいですとか言っときながらここでジョージを押すというね、あの盛大な振りは一体何なんだというところにつながってきますけど、ジョージのこれだけは覚えとけ、社会編ということで、かっこ仮です。はい、タイトルって難しいですよね、何事も決めることって。多分なんか日常普通の生活、普通っていうか、あの仕事をしていると、まあ、僕はあのこういう仕事なので何かとタイトルをつける仕事っていうのはあるんですけど、あんまりないですよね、大人になってタイトルをつけるっていうことは。すごくなんか僕は文章を書くのもそんなに嫌いじゃないし、どちらかというと得意な方やとは思ってるんですけど、ことさらタイトルを決めるってすごく難しいなと思います。なのでまあ本であったりとか、まあ曲もそうですよね、タイトルっていうことに咲く力っていうのはすごく大きいことなんだなと思います。なんで僕のこのカッコ仮のタイトルは多分1週間後2週間したらちょっと恥ずかしくなってですね変えるかもしれません。もしかしたらこれでいくかもしれません。まあ、ジョージのこれだけは覚えとけっていうのは長いから多分略称を略すことになると思うねんな。これ覚なのか、これ覚しかないかな。ジョージのこれ覚、これ覚の公害のとこテストするでとかにしようか。どう、これ覚、これ覚、なんかいいのあるかな。ジョージも入れるか。ジョーこれか、ジョーこれ。先ほど1週間2週間後って言ったんですけど、書いてわずかものの5分後にはもう恥ずかしくなってきております。はい、なんかいいタイトルがあれば、ジョージこういうタイトルがいいんちゃうんっていうのがあればぜひぜひ、募集しておりますので、今日のタブレットでノートを作ろうのコーナーはこんな感じでございました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。